エリゴレに負けた時だけエヴァンゲリオンになってしまう人。うわーマジかー、あのアイスピを駆使した高回転マジうまかったな。バレルに間に合わなかったな。マジくっそ相手うまかった。いやバルーン違うな、ちょっとバルーンね、空飛んでんのずるいわ、正直ずるい、バルーン違うわ。いやもうクロス自陣に建物建ててるだけやんけ。もうあいつら橋渡ってこないからな、マジクエイクないと勝てないんだよなこれ。あ負ける負ける、やばいやばいやばい、くラジオです。今日もやっていくんですけど、今日はね三銃士やっていきたいと思います。で三銃士なんですけど、今ね、今バグでこの人がね世界一ずっといるんですけど、これは違くて、この人ですね、今世界一の日本人の方なのか外国人が日本人のクランに来ているのかちょっとわからないんですけど、この人がね、まあマルチでこのデッキを使って1位になったということで、結構ね強そうなんで使ってみたいと思います。はい、ってことでいきましょう。まあね、呪文がタルババと雪玉だけなんでね。そうですね。まあちょっと珍しいですけれども、まあ、とりあえず多分ね、両サイド振っていって、ババが入ってるんで、そのババとか、ババと三重士とマジアチャ、どれかにファイボー、まあ基本的に多分ファイボーをマジアチャに打たせたら美味しいですね。で、三重士とババを生かすって感じのデッキだと思います。よいしょ。まあこんな感じで。でここはちょっと、あ、ロイフグもだな。ロイフグもファイボある。あるので、ここはね、攻撃しつつ、うわー出たー、あのカードマジさ、ロイフグに強いんですよね。あの新カードが、マジロイフグにちょっと強いっていう謎のね、謎の特徴を持ってるんですけど、まあ、ビューンされた後なんで、ここはババで延命していきたいと思います。はいはいはい。なるほど、ファルチェ。これいけそうだな。ファルチェなんで、おー、ババ強え。敵陣でファルチェ倒すってなかなかない光景ですよね。あんま見ない。ファルチェって自陣でもあんま死なないからな。でここら辺タルババで受けてあげて、せいせいせいという感じですね。まあ、とりあえずこんな感じで、一旦有利を取って、で、こういう時に三重士展開するのは良くないんですよ。なんでかっていうと、三重士は、一旦ね、こういうロイフグとかを出してから、そういうのに出してきたユニットに対して三重士を当てるのがめちゃくちゃ強いね。こうやってコウモリとかをセパをして、こういう感じでね、ロイフグをセパするんですよ。はい。でもこれは、ペペーっという感じで降ってきて、ここでやっとです。三重士。で、ちゃんとね、二重子をペッカの方にやってこっちにね。まあ、多分ポイズンだと思うんですけど、わかんないですね。まだ。おー、なるほど。トルネで吸ってくるタイプ。珍しい。で、まあ、ババ。で、こういう感じで囲んであげると。トルネってことは、なんだ。バルーンとかかな、ワンチャン。違ったわ。これ絶対ザップくるんで。オッケー。で、ここで、で、2倍タイム入ったら、ここは三重士でいいですね。そう、1倍タイムの時は、三重士は、三重士だけで出すのは良くないですね。2倍タイム入ったら別に、三重士出した瞬間逆サイ攻められても、こうやってババとかですぐ守れるんで、まあ大丈夫ですね。で、こっち攻めちゃって、もう多分こっち結構ね、ワンチャン落とされるかもしんないんで、で、こっちに、ファルチに向かせてから、ババで囲むと。で、雪玉で弾いてあげて、この防衛雪玉めちゃくちゃ強いんでね。はいはいはい。ってな感じで、まあ、あっちも折れていって、よいしょ。はい。ええ感じですね。さてさてと。いう感じに2本折っていって、結構こういうね、パワーがあるデッキですね。なんか、普通に、なんだろう、ファルチェペッカとか相手にも1本折るのもね、結構難しそうなんですけど、2本折るぐらいのね、火力あるデッキですね。なかなか強いですね、このデッキ。熱い熱い熱い。ということでね、まあ、3月はね、YouTube がね、暑い時期なんで、多分みんなね、結構投稿本数増やしてると思うんですけどね。そう。その中でもね、ポロンさんが自分を貫くスタイルで。いや、マジでね、あの人の動画めちゃくちゃ面白いんですよ。本当に。面白いんですけどね。また動画を出さないってのもね、らしいっすよね。本当に。ポロンさんらしいって感じっすね。
とりあえず、よいしょ、 OKOK、 で魔術使いにポイズン出したらこうやってユーノとかを出すんですね。先にユーノとかを出して、はい、でこれに対して出してくるじゃないですか。それを三重子でしばきたいと思うんですが、まあないとならまあ出してもいいでしょう。よいしょ。でこっちにタルババ出して、ナイトは多分そのてかこれポイズンのことはスケラですね。でこっちは何も出しません。ある程度許容します。でこっちタルババだけつけるんですよ。そうタルババだけつけて、よいしょ。でここロイホグセパーですね。よいしょ、なるほど。はい、どうだどうだ。でここでコウモリセパ、コウモリセパするとそのロイホグが死んだ後にねタギを取ってくれるんで、こうやってね雑把を探せることもできるし、片方にね固めると雑把打たれちゃうんですよ今みたいに。なんですけどセパするとこうやってコウモリでタギを取って、三重子でねシパシパ打ってくれるんで、ニコスでね雑把を探せた時点でまずアドが取れる。そうニコスなんで、でもそこでトントンで、しかも 2体か3体どっちかのコウモリが生きるんで、あれですね、お得なコウモリになってます。まあ、強いですね、うん、やっぱコウモリはニコスにしちゃえしちゃう。でこれ2倍タイム入るんで、2倍タイム入ってからね、三重子はまあケツゴレとかと同じですね。うん、とりあえずまあ逆サイ攻められても守りやすいんでしやすいって感じですね。ケツゴレとかケツジャイケツラバと同じような感じです。さあとりあえずこれでユニット1枚咲かせのロイフグセパリーノ、これは雪玉打っていき、早めにテスラを溶かして、あと削りもカネですね。カネオッケー。まあこれはポイズン打たれてもいいんで、多分どっちかのサイドにナイトスケラが来るはず。よいしょ。あ、なるほど。まあ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 。これはこんな感じでね、押さえてあげて。よいしょ。ロイフグ1-3でですね、これは。はい。で、これはまあ、一応ね、削れなかった時用の削りということで、まあ多分削れそうですね。お、今回も 2-0? もしかして。2-0 コース。強いっすね、このデッキ。環境に刺さってんのかな、わかんないですけど、なんかめちゃくちゃ強い。パワーがある、本当に。ロイホグって結構ね、2本取れることって少ないんですよ。うん。なんで、なんだろうな、結構、やっぱロイホグ自体を通すのって難しいんですけど、あ、やっぱボーラーとか施設があるとね。だから今回相手にボーラー施設があったんですけど、それでもね、2-0 で勝てるってことはね、やっぱ強いんじゃないかなと思いますね。あー。ほんでね、でマジで今流行ってる例のウイルスあるじゃないですか。あれを YouTube で言うと広告剥がされるらしいんですね。そうなんで、てかなんかそのなんか良くない動画認定されるみたいな、そうなんか音声の自動認識みたいなやつでやられるらしいんで、ちょっとね言えないんですけどね。そうでもなんか卒業式がなくなったりしてるらしいんで、ちょっと辛いっすよね、それは。いや、俺も、中学とか高校って、まあ普通に当たり前に、まあ言っちゃえば当たり前じゃないですか、卒業式出れるのって。そう、当たり前に出てたんですけど、まあ出れてない人がいるってなると、なかなかあれっすよね。やばい、痛い、やだやだ、ここでタルババを使うと、やばい。これ、タゲ取りからの、お違う。違った。何うわっ、あー危ねえ。いやただこれやばい、言うのとかあれ言うの言うの言うのつって誰も知りませんね、誰も知りません。これはとりあえずなんだろうな、コウモリセパしてロイホグセパして、はいはいはい。OK。コウモリセパロイフグセパ計画が。でもこれ、有能を出して、これ、プリン入ってるのにバレルとかがないって珍しいパターンかな、もしかして。で、こっちに、呪文打たれたくないんで、あれですね。二重子はこっち。そうですね。で、ここなんですけど、難しいですね。結局、こっちにプリンス当てられると思うんで、はい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 。なんでまあロイホグセパしていって、まあこんな感じでね、よいしょ、オッケーオッケー、ワンチャンザップ打たれた時用に、オッケー、
こういうの大事ですね。保険言うの。今の出してなかったら結構ね、ババ出したりして、相手に流れを持ってかれかねない、あれだったんでね。これ多分、はじまりプリンが来ると思います。来ない。いい。で、ここで、ババしばいて。なあ、マジかよ。ただ、コウモリこれ相手回ってないと思うんで。はい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 。コウモリじゃない、ザップか。あー、これ言うの挟んでもよかったな。まあまあいいでしょう。よいしょ。ちょっとレイジかかってるんで怖いからマジアチ出しちゃったんですけど。あ、相手これミスりましたね。ミスってるミスってる。なんで、一回これ出してあげて。お、いけいけいけ、神の、あー貫きを見せろ。これはね、アンパイババで受けれるんで、ここはプリンにちゃんと当ててあげると。まあ、ここは怖いんで、うれ！はい、ありがとうございます。で、ここはプリンセス、貫き狙っていきますよ。まあ、まだ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 。おいしょ。オッケー、これ守れないんじゃないか相手。いや、これっちプリンセスは守れるけど、お、これマチャチャワンチャン貫くな。これちょっと高めに。はい、ありがとうございまーすって感じでね。そうですね、ラスゲいきます。ラスゲ、いや待て、ここで終わろう。俺はいつもこのラスゲ行ってからね、これがラスゲじゃなくなる、負けてね、もう一回もう一回っつってね、結局この後4試合やったりするんでね、一旦ここで終わっていきます。はい、ってことで、今日はこの辺で終わります。またね、三銃士が結構ね復活してる、昨日もね結構強いデッキがね、まあ上がっていたので、なんかなかなかね三銃士がそうですね復活してるかなという感じですね。はい、ってことで、今日はこの辺で終わります。また、学生の皆さんね、そうですね、楽しんでくださいという感じです。雑すぎて。はい、終わります。バイバイ。